こちらのお花のアートを作っていきたいと思います。ジグザグとなるようにアートを入れていくと、この周りを囲うようにドットをのせていきます。はい、リューゼルアートディレクターのりえこです。今回はこちらのお花のアートを作っていきたいと思います。お花のアートですが、ちょっと手順ですとかお花の置き方を少し変えて、立体感のある奥行き感のあるデザインになってます。でこちら本当に誰でもできる簡単なアートなんですが、今回はドットの置く時のポイントですとか、お花を置いていく時のバランスの取り方などをしっかりご説明していきたいと思います。では今回使うカラーの方はこちら412番、こちらが少しくすんだシア感のあるピンクです。とシア感のあるピンクだったらどれでも大丈夫なんですが、お客様のお肌に合わせて色は選んであげてください。ちょっと白っぽいピンクですとかマットなピンクの場合はお花が綺麗に透けなくなってしまうので、必ずシアーなものを使ってください。こちらが202番のくすんだイエローですね。でこちらのイエローもピンク色のカラーに合わせて写真の方は選んでいただきたいんですが、あんまりちょっと主張しすぎないこの202番が今回はおすすめなので、こちらを使っていきます。と白の部分は23番のホワイトを使っていきます。なぜこのホワイトなのかっていうことも後ほどご説明いたします。それでは始めていきます。ではまずベースのカラーを塗っていきます。今回はこのまま塗っていきますが、お客様の手の場合はベースカラーを塗ってフォルムを整えてからスタートしていきます。はい、ではまずベースのカラーを薄く一度塗っていきます。この時にムラにならないようにベースはこの時点でしっかり塗ってください。でリューゼルのカラーの方はとても柔らかくて塗りやすいので、こういうシアーなカラーでもさーっと塗るだけで綺麗にワンカラーが作れると思います。でこれで一度硬化します。ベースを一度塗ったら、次23番のホワイトでお花を作っていきます。まずなぜ23番なのかというと、25番でもいいです。ただ23番の方が少し青っぽい白なので、よりピンクと白の色を際立たせるために23番を使ってます。でこちらも使うピンクによって25番でも23番でもどちらでも大丈夫です。ただ20番のホワイトの場合は少しちょっとにじんでしまうので、20番の白は使わないようにしてください。27番のライナーホワイトも今度はちょっとホワイトが硬すぎてドットを置いた時に角が立ってしまうので、27番も今回のこのアートでは使わないです。ではこの状態でドットを置いていきます。お花を置いていく位置なんですが、今このアートだと今から置くお花はこれとこれとこれとこれです。でお花を置く時に、例えばこういうちっちゃい小花を散らす時は必ずこう対角にお花をのせていきます。アートをする時に何かモチーフを入れていく時に、こうやって対角にジグザグとなるようにアートを入れていくとバランスが取りやすくなるので、これ親指用のチープで作ってあって大きめなんでたくさんお花入ってるんですが、中指用ですとか人差し指用のサイズの場合でもこういう風にジグザグと入れていきます。まずドット棒の大きい方にたっぷりとのせていきます。カラーをこういう状態です。少しちょんちょんとドット棒にジェルを取っていきます。で取ったら最初のポツンと置く時に結構たくさんつきすぎてしまうので、べちゃっとつかないように気をつけてください。まず、花びらの中心を自分でなんとなくここっていうのを決めたら、その周りを囲むようにドットをのせていきます。花びらじゃなく本当に丸だけなので、バランスはなんとなくこの最初に自分で決めたこの中心を囲むように置いていきます。こんな感じです。多少の代償があってもあまり気にせずにこのまま進めていきます。今ここにお花をつけたので、今度は対角ちょっと斜め下のこの辺りともう一つ置いていきたいので、次ここに置いていきます。でここっていう風になるように対角にお花を置いていきます。でバランス的には、2つぐらいは全体が見えてるお花があって、もう1個はちょっと半分だけのお花とか、花びらが1枚見えないよってなってるお花だったりとか、1つだけは全部見えてるけどあとの2つはちょっとこう3分の2ずつぐらいになってるかなっていう風な感じで動きを出してあげても可愛いかなと思います。小さい指の方ですとか小指とかはあんまり丸々のお花が全部乗らなかったりするので、こういう風に端っこの方に点だけ3つ置いてあげると、それだけでもちょっとバランスが取りやすくなるので、1個でも2個でもいいので置いてみてください。で硬化していきます。次花芯をのせていくので2020番の花をのせていきます。同じようにドットにカラーデルをのせて、ちょっとこのパレットの上でなじませて、量は必ず調節してください。ドットを置くときにこのまま取って直接見ないでこうやってボンって置いちゃうとすごく量が多くて失敗してしまうことが結構あるので、本当にドットは点をポンって置くだけで簡単なんですけど、必ずこのパレットで量を調節するひと手間を忘れないようにしてください。だいたい花びらと同じ大きさになるようにドットは置いていきます。端っこのやつも花芯があるところには必ず置いていきます。この状態で硬化していきます。で今から、ベースのカラーをもう一度重ねていくので完全に硬化しきってください。ここのお花ですね、こことこことここのお花と上に乗っかってるこことここのここのお花は、実は同じ白で描いてます。で同じ白で描いてますが、上にベースのシアンのカラーを重ねることによって白色がピンク色にちょっと染まったような感じになって、その上に同じお花を同じ色で描くことで立体感が出ています。ではベースのカラーを塗っていきます。カラーを薄く塗りますが、上に塗るベースの時はすごく薄くていいです。あまりちょっとたくさん塗ってしまうと、お花をドットで置いたところがやっぱり若干デコボコしてるので、こういうところに少し色が溜まってしまうんですね。なのでそうならないようにできるだけしごいてください。余分な汁は筆でこうそぎ取るようにして薄く色はのせていきます。でこの状態になったら硬化します。硬化しました。そしたら一度この状態でトップジェルをかけます。で立体感を出したいので、ここで花びらが浮いてるような立体感を出していきたいので、トップジェルで一層を作っていきます。でこの時にしっかりここの凸凹をできれば埋めてください。でしっかりフォルムを取って表面がチュルンとなるようにしていきます。はい、硬化します。本当にこの一手間でしっかり奥行き感が出てくれるので、トップジェルを塗った状態です。そしたらまた同じようにお花の方を描いていきます。23番の白をのせていきます。でまた同じように花びらのサイズはしっかりパレットの上でドット棒につく量は調節してください。でこの時にこことこことここにスペースがあります。で埋めていきたいので、こことこことここにお花をのせていくんですが、そのままこのお花と同じライン上に花芯を置いてしまうと縦のラインだけになってしまって、ちょっと動きがなくて面白くなくなってしまうので、必ずちょっと花芯はずらしてください。この縦のラインからも少しずらす、この横のラインからも少しずらす。ずらすのはどちらでもいいです。バランスを見てずらしてください。で、全てのお花をずらしていきたいので、例えばこっち側のお花をこっちに寄せたい時は、こっちのお花はちょっとこっちに離してあげる。同じ寄せてしまうとお花とお花がひっついてしまって崩れてしまうので、こっちのお花を例えば真ん中に寄せたい時は、こっちに置くお花はちょっと離してあげる、こっちに置くお花も少し離してあげるっていう風に、縦の横と横のラインが揃いすぎないように気をつけてください。で、今回はちょっと一番中心になるところからバランスを取っていきたいので、バランスを見るとこの辺かなっていうところがあったら、中心を決めてその周りを囲うようにドットをのせていってください。ちょっとふわっとしたお花なので、ちょっと近づきすぎている場所があったり離れすぎている場所があってもあんまり気にせずに、バランス、取る時に中心から離れないように、必ず花芯の花の中心を基準にしてみてください。ちゃんと放射線状にきれいに伸びるようにしてください。バランスを見てお花の中心をのせていきます。で、この時に少し最初に描いたお花と花びらが重なってもいいかなと思います。それはそれで可愛いので。で、こんな感じですね。ちょっとこう対角になるように隙間を埋めていきます。あとちょっとこの辺とかこの辺とかに余白ができてしまったので、こういうところはこういう点だけという風に点だけを置いて、ちょっと、寂しくならないように余白は埋めていきます。で、この時もここばっかり点を打つのではなくて、この点も対角にジグザグっていう風になるように意識しておいていくとバランスが取りやすくなるので、必ず対角に置くのは意識してください。で、この状態で硬化させていきます。で、次花芯を202番で取っていきます。で、必ず量を調節してドットを置いていきます。はい、こんな感じです。そしたらこのまま硬化させていきます。これでノンワイプトップを塗って仕上がりになりますので、必ず完全硬化をしてください。白の場合は、私はあんまり白を今みたいにちょっとドットペンとかで置くと1箇所に白のたまりみたいなものができてしまって、そこだけたくさん乗ってしまっている場合があるので、この後の場合は白をのせた時は仮硬化はあまりせず、しっかり一回一回固めていった方がいいかなと思います。やっぱりホワイトは硬化不良を起こしてしまうことがあるので、やっぱりお客様の指の入れ方だったりとか、指の向き、ライトの当たりによっては硬化不良を起こしてしまうと、またちょっと塗り直しなくてはいけないので、必ず白の場合は完全硬化をしてあげるといいかなと思います。トップコートを塗っていきます。で、この時ももしもちょっと一応ノンワイプトップで硬化熱は全然出ないんですが、最後にのせたこのお花の部分デコボコしてるので、硬化熱気になる方は1回トップでフォルムを作ってからノンワイプトップで仕上げてください。まあちょっとチップだし、そんなに厚く塗ってないのでこのまま硬化しますが、できるだけここでデコボコは埋めるようにしてください。最後仕上げはしっかりデコボコ埋めてください。で、硬化していきます。はい、こんな感じで仕上がりました。ただ最後しっかり硬化していることを確認して、お客様の場合は仕上げてください。で、ちょっと手の表面、指とかで触ったりして凸凹がないか引っかかりがないか必ず確認してください。そんなにどころかもう全然技術はいらないので、本当にドットをちょっとポンポンポンと置いていくだけでこんな感じに可愛いアートができます。例えばワンカラーだけのお客様ですとか、ピンクしかできないっていう方とかは、たまにこういう風なモチーフ、お花だったりとか入れてあげると喜ばれますし、このぐらいだったらオフィスだったりとか、あまりちょっとネイルダメなんだっていうお仕事の方でも入れやすいアートなのかなと思うので、これちょっとこういう小技を持ってるといいかなと思います。あと本当に簡単にドット置いていくだけなので、バランスを取ることさえコツをつかめればすごく簡単にできるので、ちょっと何かしたいけど時間ないわっていうお客様もおすすめしやすいかなと思います。春だったり夏だったり、いろんな季節に使えると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。では、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ。